駿河湾特産のシラス漁は今日解禁となり、富士市の田子の浦港で今朝初水揚げされました。富士市の田子の浦港では今朝5時半過ぎに18隻の漁船が駿河湾の漁場に向けて出発していきました。およそ1時間で漁船が戻ると、取れたばかりのシラスが次々と水揚げされていきました。解禁初日の水揚げ量は331キロで、去年に比べておよそ4割と少なく、市場価格は1キロ平均で2825円と高値で取引されたということです。正直言ってそれほどは取れてないっていうような感じですよね。品質はいいシラスだと思います。駿河湾のシラス漁は来年1月13日まで行われます。